ヤーン・ポップルハールは、スロバキアの元サッカー選手。ポジションは DF。1960年代を代表するディフェンダーの一人で、ある。ポップルハールは、ユース時代を、ディナモ・ベルノ・ラーコボで過ごした後、1954年に、ケースロバン・ブラチスラバで、選手経歴を開始した。2年間の兵役のため、ルダーフ・フベズ・ダブルノで過ごした後は、再び、 ブラチスラバイ復帰し十数年間にわたって、プレーを続け、リーグ優勝2回に貢献した。1963年には、アルフレッド・ディステファノ・やフェレンツ・プスカシュ、エウゼビオラと共に、世界選抜に選出され、f a 創立100周年記念試合に出場した。1965年には、チェコスロバキア年間最優秀選手賞を受賞した。 1971年に長年過ごしたブラチスラバを離れ、フランスのオリンピックリヨンへ移籍したが、1シーズン限りでチェコスロバキアへ帰国し、ズブロヨフカブルノへ移籍。2年後の1972年からは、オーストリアのスロバンウィーニへ移籍し、選手兼任監督を務めた。そして1979年に37歳で現役を引退した。チェコスロバキア代表では、 スバトプルク・プルスカルと共に強力な守備陣を形成し、1958年の FIFA フフワールドカップスウェーデン大会、1960年の1960欧州ネーションズカップ3位、1962年の FIFA フフワールドカップチリ大会準優勝に貢献した。ポプルハールは1957年から1967年の間に国際 A マッチ62試合に出場した。 代表で唯一となった得点は1966年6月に敵地のエスタジオド・マラカナンで行われたブラジルとの親善試合においてフリーキックから記録した。引退後の1997年にポプルハールは世界フェアプレー賞を受賞した。また2003年には欧州サッカー連盟創立50周年を祝う UEFA ジュビリーアウォーズの式典に際して スロバキアの過去50年間の最優秀選手に選出された。2011年3月6日にブラチスラバの病院で死去したことをスロバキアサッカー連盟が発表した。75歳をつ。スロバンブラチスラバ時代の監督、レオポルド・スタストニーは選手にあだ名をつけることで知られていたが、ポプルハールは温厚な性格から貧乏の愛称で呼ばれた。この逸話は チェコスロバキアのサッカー界で広く知られていた。ありがとうございます。